はい、函館ワイオンも中市長官です。函館、この明治館の前の通り、秋からこの冬、11月から12月になるときには、なんと目の前の街路樹のところに電飾をしてですね、素敵なイルミネーションをっていう企画があります。このような感じですね。そして当店の近くの金森赤レンガ倉庫の目の前の海のところにですね、巨大なツリーがあります。そんなもこのイベントがあるんですけども、はい、じゃーん、このようなイベントですね。函館クリスマスファンタジー、このような大きなツリーが目の前にやってきてですね、12月1日から25日まで、だいたい夕方6時から花火が上がり、いろんな催し物が行われます。とても人気のイベントで、毎年多くの方がいらっしゃいます。街角にはいろんなスープバーだとかもやっておりますので、このような感じで、はい、やっております。スープバー見えますか？美味しそうですね。はい、とても好評です。ということで、ぜひこのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。また当店の衣装を着てこのイベントに参加するということもできますので、詳しくは、それをやってみたいという方は、詳しいことを知りたいという方はどうぞお気軽にこの YouTube 説明欄の LINE アットからお問い合わせでも OK ですし、直接電話番号もありますので、そちらの方から当店へお問い合わせいただければと思います。それでは素敵なクリスマスになりますよう心から祈っております。またお会いしましょう。函館ワイオンモダン化市場館でした。